ちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらを入手してまいりました。はい、日清の爆裂辛麺、極太大盛り激辛韓国風焼きそばということで、3月29日にですね、同じ、爆裂辛麺のラーメンと同時発売された、まあ、日清の袋物の焼きそばなんですね。はい、でまあ、最近ペヤングの激辛ものを食べたわけですけれども、日清の激辛ものっていうとあんまり食べた記憶がなくて、まあだいぶ前に唐辛子麺を食べたくらいだと思うんですけど、まあそこ行って辛さレベルをね、こう段階をこう上っていくんじゃなくて、これいきなり、辛さレベルマックスの5になってますけれども、まあそのこれはどういう基準で5って言ってるのかはまあちょっと分かりませんが、まあこのパッケージには唐辛子と爆弾がもう火を吹いちゃってるというね、もうどう考えても辛いだろうという思いになってくるわけですけれども、まあとにかくその辛さをちょっと検証してみるためにですね、早速作っていきたいと思います。はい、というわけで今回の焼きそばはですね、純粋な辛さを実感するために具は一切入れません。はい、というわけで今これからお湯を沸かしていきますけども、まあ水から沸かすときは若干多めに水使おうかなと思うんですけど、これ今回はですね完全に浸すんじゃなくて半分こうつける感じで、はい、こんな感じで麺をほぐしていくんですけど、30秒くらいずつ浸したら、まあ、ひっくり返してを繰り返していく感じなんですけど、ちょっと端が短いもんでちょっとひっくり返すの何にしてますけど、こうやって、30秒に1回ぐらいずつ、ひっくり返していきます。はい、少しずつ柔らかくなってきますで、大体3分経つと、もう形が崩れてきてひっくり返すのがちょっと難しくなってきたんで、もうここで、麺をほぐしていきます。はい、でまあ結構太麺なんで、3分程度じゃ全然戻りません。はい、やっぱり倍くらいかかりますね。こうやってちょっとずつ麺の硬さをチェックしながらやってますけど、3分では全然戻らないんで、まあ、6分強をこうやっていくと大体こんな感じで、戻ってきたかなと。で一応こうひっくり返して、硬さを、まあ、偏らないように一応やってますけど、はい、でここで、ソースが入ります。くせうま甘辛粉末ソース。はい、で本当は水分飛ばしきらないうちにこれ入れなきゃいけないんですけど、ちょっと入れるのが遅かったですかね。はい、粉末なんで濡れてないと全体にこう行き渡らなくてこうね偏っちゃう感じになっちゃうんですけど、まあ、ギリギリ前にあったかなっていう感じですかね。はい、というわけで一応ソースが全体に行き渡ったんで盛り付けていきます。はい、というわけで、完成しました。こちらの焼きそばなんですけれども、はい、結構赤い麺で、それなりに刺激臭はしますけど、ペヤングの焼きそばに比べるとそんなに鼻を刺激するものではない感じですね。はい、ちょっと持ってくる間に時間が経ったのでちょっと弾丸になっちゃってますけど、本当はこれ水分を飛ばしきらないうちにソースを入れなきゃいけないんですけれども、ちょっとねやっぱ粉末なもんでちょっと水加減を誤った感じですけど、一応ここに水は用意してますけど、極力飲まないで、食べる方法でいきたいと思います。
じゃあいただきます。パンチは言うほどない感じですね、はい、あんまりこうガツンってくる感じでもないですけど、後からこうじわってくる系の辛さですね、これはね、はい、まあ、ペヤングですとこの辺りからこうもうガーッとこう辛さに重なってきて一気に食べられない感じなんですけど、これは非常に程よい感じの辛さですね、自分にとっては、はい、ちょっと鼻水は鼻水がちょっと出ますけど、やっぱりが入ってるせいなのかどうかはよくわかんないんですけど、単純に辛すぎるってわけじゃなくて、ちょっとねこの中に甘みを感じる感じですね。これなら全然水も入っても楽勝で食べられる感じです。はい、というわけでこちらの、爆裂辛麺極太大盛り激辛韓国風焼きそばだったんですけども、まああのペヤングの辛い麺を食べ慣れてる人にはちょっと物足りない辛さかもしれないですけど、まあ、結構ね後からこうじわーっとくる辛さがあるんで、まあ、それなりにね、楽しみかなと思います、はい、でですね、まあ同時発売のラーメンの方もですね、いずれ食べてみたいと思います、はい、というわけで今回は爆裂関連の焼きそばの方の実食でございました。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。